ヒルダをニーベルンゲンリングから解放するため、聖夜たちは7つのオーディーン・サファイアを求めて四方に分かれてアスガルドの表現を駆け抜ける。突如襲いかかってきた狼の群れを撃退したシリューだったが、それもまたゴッドウォーリアの手によるものだった。アテナのセイントよ、よくも俺の可愛い狼たちよ。狼たちをけしかけたのはあいつか。奴もゴッドウォーリアなら守護石であるオーディン・サファイアを持っているはず。俺は北の人食い狼、イプシロン星アリオトのフェンリル。ドラゴンのセイントシリューだ。狼ごときで俺を倒せると思ったか。侮るなフェンリル。それは相手を敵と認めた上でのことだ。お前など侮るにも足りぬわ。何？玄関の大地で数々の苦難に耐え共に育ってきた俺の可愛い狼たちの恨みたっぷり晴らしてやるぞ。このシリ、全力でお前を倒す。永遠に極寒地獄で苦しむがいい。ファイト。気が全くない。少しはやるようだな。だが俺はゴッドウォーリアアリオとのフェンリルだ。お前をかわいい勝利をしてこの表現にさらしてくれるぞ。静かにする気配は。狼か、また俺を襲わせるつもりか。ミカさん、お前ごとき俺一人でこと足りる。義務はお前が生き絶えるのを待っているのだ。この男の素早く野生的な腕はそれたやすく捉えられるものではない。チャンスがあるとしたら一瞬人間よ、腹が減っただろう。もうすぐ決着をつけて最も味は保証しないが、いや南の太陽を十分に浴びてるからうまいかもしれんぞ。十二級の戦いをしのいできた俺たちは必ず活路を見出せるはずだ。コスモフェクト、ウィナー。この最強の剣と盾の前に敵はない。これぞ鍛錬の賜物。フェンリル、差し違えてでもお前のオーディン・サファイアを手に入れてやるぞ。俺の守護石であるオーディン・サファイアを。そうだ、お前たちの持つオーディン・サファイアを揃えぬ限り邪悪と化したヒルダを元に戻すことはできないのだ。ヒルダ様が邪悪と化しただと？何をよまいごと。わからないのか。ヒルダを元に戻さぬ限りこの地上に迫った危機を救えないのだ。テンリル、俺を信じてくれ。俺は人間など信じない。俺が信じられるのは狼だけだ。フェンリル、人が人を信じずしてどこに幸せがある。一体何があったのだ。あれは6歳の頃、俺は両親たちと遠乗りしてある森まで出かけた時に熊に襲われたのだ。同行していた両親の友人たちは俺たちを見捨てて一目散に逃げ出し、両親は俺をかばい殺されてしまった。それを境に名門と謳われた我がフェンリル家の栄華は音を立てて崩れ去っていった。それまで媚びへつらっていた人間たちは皆後ろ足で砂をかけるように離れていったからな。だが俺にはフェンリル家の狼の紋章にふさわしい守護者たちがいた。それが狼たちというわけか。人間から恐れられ忌み嫌われている狼が、銀河が人間から見捨てられたこの俺を助けてくれたのだ。お前もみなしごだったのか。だが俺はどんなことがあっても人間を仲間を信じるぞ。お前はヒルダも信じられないのか。馬
バカめ、ヒルダ様は神だ。ギングたちでさえ一瞬のうちに従えさせた我が神だ。さあおしゃべりは終わりだ。死ねえ。このシリ、全力でお前を倒す。永遠に極寒地獄で苦しむがいい。ファイト。お前の大きな力を手に入れた。たとえこの身が引き裂かれようと引くわけにはいかないのだ。それもお前が信じる人間のためなのか。そうだ、今さら天使上に人類に迫った危機を救うため、消し汚れた人間など魔法が地上のためなのだ。アテナと共にアスガルドの塵と化すがいい。エリカ様、モザク勝利だ。ウィナー、この最強の剣と盾の前に敵はない。これぞ鍛錬の賜物。フェンリル、今度生まれてくる時は親の愛と友の情けと人の真心を十二分に味わうんだぞ。